こんにちは、仏壇ことドットコムの高安です。沖縄の長男嫁による長男嫁のための明日から使える知識を発信する YouTube チャンネルです。もちろん長男嫁以外でも見ていただいて OK です。沖縄の仏壇やヒヌカンの考え方、年中行事などのやり方を分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないっていう時にすぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は、沖縄仏壇ごと .com ができることっていうのを教えてほしいっていう問い合わせが結構増えてきたので、一気に書き出してみました。結構私が思っていたより多かったっていうのが感想なんですけど、まず YouTube での配信、今見ていただいている YouTube が、沖縄仏壇ごと .com の YouTube のチャンネルです。で、動画が更新されたら、チャンネル登録してる人には、こういう動画が更新されましたよっていう案内がペコって届くので、見逃しがなくなるかなと思っています。なので、チャンネル登録していないよっていう人は、ぜひ今のうちでチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。で、この時なんですけど、チャンネル登録をしますって言った時に、皆さんもちろん見る方は無料です。ので、毎月、今月はこの行事をやるよ、今月はこの行事をやるよっていうのを出してるので、行事忘れることが少なくなるかなと思ってます。これが一応メインの活動っていうのが YouTube。これがメインになるかな。で、この YouTube からいろんなところに派生していってるんですけど、Twitter って言われる、旧 Twitter なんですけど、今 X ってなってます。この X でも若干つぶやいています。で、Twitter とか X やってるよっていう人はここも登録していただけると、また YouTube とは違ったことをつぶやいたりしてます。あと、インスタグラム。これもやってる人やってない人いらっしゃると思うんですけど、ここは、写真とか動画がメインって言ったらいいのかな。それも YouTube よりかは短くて、解説っていうよりかはどっちかっていうと雰囲気を学ぶみたいな感じのことになってます。で、スレッズっていうのが最近このインスタグラムと同じ会社でできたんですけど、このスレッズっていうのもちょっと Twitter みたいな感じでつぶやくみたいな感じが多いんですけど、ここも最近、人気になってきています。で、あと TikTok、短い動画ですね。今1分ぐらいの動画なんですけど、その動画でちょっと情報発信をしたりとかしてます。で、あと Facebook。まあ、これはね、この辺を YouTube はメインでやってるので、ここはぜひ登録をしていただきたいんですけど、この X とか Threads、Instagram、TikTok、Facebook とかはやってる、やってないがあると思うので、もし、これ登録してるよっていう人がいたら、ぜひ、フォローというか、チャンネル登録ではなくて、フォローをしていただけると嬉しいかなと思います。Facebook でも、情報発信をしていたりとかするので、ここも登録していただけると嬉しいかなと思ってます。あと、公式サイトっていうのが実はあるんですよね。公式サイトってホームページなんですけど、仏壇ごと .com のホームページがちゃんとあって、そこで、動画で解説している行事ごとを文字と写真で解説してるみたいなイメージ。なので、動画だとどんどん過ぎていっちゃうから苦手なんだよねっていう人は、公式サイトを参考に見てみるといいかなと思います。あと、公式 LINE っていうのも持ってて、LINE は皆さん多分やってらっしゃると思うんですけど、この公式 LINE での無料相談ややり取り。で、この無料相談っていうのは、例えば位牌継承の仕方でもそうですし、家系図のことでもそうですし、なんか行事、もうすぐ1年期があるんだけど、これってこんなだったかなみたいな感じの話したりとか相談したりっていうので、もし今までに解説してる動画があったら、その URL を送ったりとかっていうやり取りをしてます。ただこれ常時何十人、結構100人近くの人とやり取りをしているので、返事が漏れてしまう場合っていうのがあるので、まあ、例えば1週間とか2週間返信が来なかったら、ちょっと返信来ないんですけどっていうリマインドを送ってもらうと嬉しいかなと思ってます。で、あと個別相談。この辺は見ているんだけど、なんか自分たちのためだけの、相談をしたいっていう声が増えてきたので、個別相談。ちょっとコロナの前ぐらいからちょこっとやり始めてるんですけど、これはもう2時間で6000円って決まってます。で、これ3人までなんですけど、時々あるのが、例えば兄弟とかお嫁さんとか旦那さんとか、含めて10名ぐらいにこの位牌継承の説明をしてほしいっていうご依頼があったりします。その時はちょっと別料金だったりとか、会場というか場所の確保とかでちょっと調整をしていただいて、
お時間を取っていただくっていうことになるんですけど、だいたいそれでも2時間1万円ぐらいかなっていう価格感です。で、あと勉強会。これ、有料で毎月やってるんですけど、これが10月の勉強会っていうのを、この間、ちょっとテーマ1とテーマ2ってやるんですけど、10月の勉強会は、午前と午後に違うテーマで、平日1日、休日1日っていうテーマで開催をします。で、これ、一応10月ので行くと、沖縄のお供え物の基本重箱についてっていうテーマ1が重箱についてのセミナーというか勉強会になります。これが平日は10月23日の水曜日の10時半からで、休日は10月26日土曜日の10時半から。これ午前中なんですね。午前で午後で、これがテーマ2が便詩で、便詩自分たちには関係ないよっていう人もいるんですけど、基本便詩は、ひぬかん持ってる人とか仏壇持ってる人っていうのは必須なんですね。だけど自分たち持ってないんだけど、これってどんなして持てばいいのとか、そもそも便詩って何なのとか、便詩って初めて聞いたけど何なのっていう人向けのものです。実際今使ってる方でも完璧になんか理解してるっていうのはなかなかないと思うので、この便詩のことと重箱のことっていうのは午前午後。これは10月23日の水曜日と26日の土曜日でやるっていうことで、募集をスタートしてます。それぞれ、9名がマックスなので、それ以上はもう会場の都合上入れられないので、毎月一応9名限定で、一応平日と休日ってやってるので、どんなに多くても18名にしか、勉強会は開催できないので、もしちょっと興味があるよっていう人は、公式 LINE の方で基本聞いてもらえれば、詳細とかはすぐ送れるので、公式 LINE 登録していただいた方が多分一番スムーズかなと思います。で、これ、テーマ1は重箱のこと。テーマ2は便身のこと。これ、各3000円なんですけど、たまに、ちょっと、テーマが重いものとか、緊急でとかっていうもの、なんか深いものとかっていうのは5000円ぐらいの勉強会もあるんですけど、基本は一応3000円です。で、YouTube の有料メンバーっていうのがあって、これが月490円なんですけど、この490円のものは、沖縄仏壇ごと .com のサポートメンバーっていうことで、YouTube で、登録ができます。で、これ毎月490円がクレジットカードから定期的にお支払いっていうことで、落ちていくんですけど、解約は一応1ヶ月単位でいつでもできます。で、大体どういうことをやってるかって言ったら、主にもうメンバー限定の月1のライブ配信です。で、月1、1時間ですね。1時間のライブ配信があって、これで、メンバーからの情報をいただいて、質問だったりとか、深くちょっと解説したりとかっていうのを、配信してます。この1時間だけを聞くだけでも結構勉強会みたいな感じで、勉強できると思うので、あとは他の人の意見とかも聞けるので、ここ結構人気でですね、まずは、例えば YouTube の動画ではもうちょっと知りたい。で、公式 LINE でも、なんとなくやり取りはしてるんだけど、オンタイム、すぐその場でこれってこれってっていうのをどんどんやり取りしたいっていう人はここがおすすめです。で、これ以上にもっと勉強したいっていう人が出てきているので、今沖縄仏壇ごと塾っていうの有料、これは月5500円でかなりがっつりです。2週間に1回、これに入ってこれに入ってる人もいるんですけど、こっち側はこっち側のメンバーだけで、こっちは匿名で、LINE のグループを持ってます。なので、行事の時にこれがわからない、あれがわからないっていう場合は、この、無料相談の人よりかはもちろん優先に返信はしますし、あとは、結構、なんか、YouTube とかに出せない写真とか、今日こっちに行ったよとかっていうのをここで、結構私が発言してることが多いかなっていう感じです。この間もちょっと重箱を作ったんですけど、この重箱を作ったよっていう話とかっていうのをここで、ごちゃごちゃ、なんか裏垢みたいな感じで、後ろでごちゃごちゃってやってます。で、
この仏壇ごと塾に入ると、実はこの勉強会も、この個別相談も全部半額になるんですね。なので、例えばだけど、午前と午後を3000円で6000円で受けるじゃないですか。普通だったら6000円ね。で、これ毎回勉強会受けるんだよねっていう人は、この有料の5500円のに入るとこっちで3000円のマイナスが出てくる。で、個別相談も3000円になるので、2時間で3000円になるので、基本月に1回個別相談やったりとか、勉強会参加するよっていう人はこっちの方が結果安くなったりとかもするので、そこをうまく組み合わせて、なんか自分に合うものをいっぱい組み合わせて、いや、お金出したくないんだよねっていう人はもうもちろん無料のものもいっぱいあるので、そこの情報発信を見ていただけると嬉しいかなっていうところです。で、あと家系図の作成っていうのが、今神経血系を休止中なんですけど、これ有料です。この間まではちょっと安くでやってたんですけど、安いって言っても高いと思ってます。なんですけど、今後いつ再開するかっていうのはちょっとまだ目処が立っていないんですけど、一応80万以上ぐらいになる。調査も含めるので、80万以上ぐらいになるっていうのが今想定されてます。ただ、家系図が欲しいっていう人の相談っていうのは受け付けてるので、それを自分で作っていくよとか、ちょっと今自分で作ってるんだけど、こういうところがなんかうまくいかないんだよね、みたいなところを、少し、アドバイスしたりとかっていうのはできるので、こっちも何かあったら相談をしてください。これが今、沖縄仏壇ごと .com でやってることかな。で、あとは、まあ、定期的にというか、ちょっと1年に1回も行けてるかどうかなんですけど、県外とか離島とかで相談会やったりとかっていうのが少し入ってきているかなという感じです。なので、今から、もう YouTube はメインで絶対置くとして、どれを自分で組み合わせていったら情報が自分に入ってくるようになるかっていうのは、もしわからなかったら、聞いていただければ教えます。あなたはこれがいいんじゃない？例えばツイッターやってるとか、スレッズやってる、インスタやってる、TikTok やってる、あ、じゃあこれはちょっと難しいのでこれじゃないとかっていうのは、教えることはできます。で、私もともと IT が仕事で、こういうのをやるのを教えるっていうのも仕事なので、仕事の一環としてやってた時期があるので、今はもうやってないんですけど、パソコンのサポートで教えたりとか、インターネットのサポートで人のお家に行って教えたりとかっていうのをやっていたことがあるので、例えば YouTube の有料メンバーに入りたいけど、やり方がわからないので教えてほしいとかっていうのがあれば、言っていただければ、できるだけLINE でのやり取りっていうのをやるんですけど、もしできない場合は勉強会の時にちょっと教えたりとかっていうのはできますので、ぜひ気軽に声をかけてみてください。これからもなんか、長男嫁っていうか、この沖縄の行事やる人、中心でやる人っていうのの、少しでもなんか知識をつけることで動きやすくなるというか、なんか楽しくやっていけるような情報発信を心がけていきたいと思いますので、ぜひ、これからもよろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。